おはじゃいげこ、ヤモリコウタです。はい、今回はですね、魔物帝ヤモリのまるちゃんに生きたコオロギを与えます。普段は帝ヤモリ専用の人工飼料であるパンゲアをメインに与えています。じゃあ今回はなんでわざわざ生きたコオロギを与えるのかと言いますと、まあこのスマホの中で、まあ、動くゴキブリをまるちゃんに見せたら、それに反応して食べようとしてたんですよ。まあそれやったら、まあ池江さんも本当に食べるんじゃないのかなと思ったので、まあ、今回はまあ今日金台に行ってね、まあヨーロッパイエコオロギの S サイズを10匹買いました。まあ値段は218円です。まあてなわけで、今回はこのヨーロッパイエコオロギをまるちゃんに与えていこうと思います。はい、それでは早速開封します。それではこの中にカルシウムパウダーを入れます。行くぜ。おら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 やべやべ、こぼれちゃったやべ、こぼれた。これはふきふきと、やべ、取れなくなった。はい、まるちゃんをケージから出しました。それでは早速コオロギを与えてみます。まずはこれでまるちゃんが反応するか見てみましょう。反応はないですね。それではこの中にコオロギを投下します。お、食べました。かわいい、かわいい顔です。それではもう一匹ばらまいてみようと思います。投下。おお、かなりのド迫力です。なんとまるちゃんはパンゲアだけでなく生き餌もちゃんと食べることが分かりましたね。まあ僕がお迎えする前でも生き餌を食べるところは、まあ僕がお迎えする前でも生き餌は実際に食べていたので、まあ分かってたんですが、まさかこんな光景を目の前で見れるとは思わなかったです。それにしてもかわいい顔してるね、かわいい。まあそんなわけで今回の動画はこれで終わりにします。今後もまるちゃんの餌やり動画を投稿するので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。それではご視聴ありがとうございます。うわー、びっくりした。魔物帝ヤモリ、魔物帝ヤモリ、怖いな、もう。ご視聴ありがとうございます。魔物帝ヤモリ。
仲間もいるけど潮風に愛が震え